ぜひ皆さんの協力をいただきまして私が考えている日本の若者の意識改革をですね一緒にやっていただければなというふうに思っておりますので以下の説明を読んでいただきまして賛同いただけましたら協力をいただきたいと思います。 c g s 働の皆様こんにちは神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本の軍事。外丸の先生と共にお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。し,します。まあ今回のこのシリーズはですね、まあ、自衛隊は何を守るべきなのかというようなことで大命題名台をいただいてるんですけども、前回はですね先生の防衛大学時代のそういう皆さんとの議論なんかをテーマにですね、本当に誰の指示に従うべきなのかとか何を大切にすべきなのかというようなことを 一つ問題提供だいたんですけれども、まあ、今日はまたそこを深めていただくということでまず一番最初に <coughs>、えー、三島由紀夫先生の劇のところからちょっとお話を始めていきたいと思うんですがこれはもうご承知の通りねあの三島由紀夫が市ヶ谷台でね、えー、演説をして。 えー、自決をした、はい、あれは衝撃的な事件だったんだけども、うん、あの時のね劇を私は一等杭でね浜松で、えー、戦闘機操縦教官をしてね学生と飛んでた頃なんだけどもこの劇文をね改めて読み直してね、はい、もうまさにこれに尽きると思ったんですよ。昭和、ねはいえー、40年の頃にねもう三島さんが言ったのは「生命尊重のみで魂は死んでもよいのか」「生命以上の価値なくして何の軍隊だ」 それは自由でも民主主義でもない日本だ我々の愛する歴史と伝統の国日本だこれも非常に印象的でしたよね、はい、で我々は何を守るかということだが日本は太古以来一民族であり一文化伝統を持ってきているしたがって守るべきものは日本というものの特質で それを失えば日本は日本ではなくなるというものを守るということ以外にないと思う、はい、これはね若いぐらいとか、ま、迷ってた頃だからね何から何を守るかに、はい、だからねこれはね鮮烈な印象でしたよ、うん、そしてそこに天皇は日本の象徴であり我々日本人の歴史太古から連続してきている文化の象徴である日本文化の歴史性統一性全体性の象徴であり体現者であらされるのが天皇なのである だから軍隊が守るべき国体とは忠誠の対象とある天皇であるかかる県軍の本義が与えられない自衛隊は、えー、警察の物理的に巨大な軍存在警察呼びたいとしか、はい、あ認識されないままとなるそれでは真に国を守る軍隊とはなれない、はい、これこの通りなの今そうです、ね、全く変化してないんです。はい でこれは誰も触れなかった。うん、でこれはあの田中卓夫先生という,う研究家がね、はい、ええー、書いてる図面を使わせてもらってるんだけど、民主国家主権と国軍と国体という図面に、ね、表してる、はいる。でこれは以前まではね、この上の方が統治権、天皇がおられて統治権があって国軍をすべて、えー、統率しておられた。はいはい、で下の方は行政権ね、うん、政権ね。 時に選ばれた政権が国を組織していた、うん、こういう組織が昭和20年憲法改正廃戦によってねこの国軍がなくなった、はい、国軍がくななくったそして統帥権がなくなったから国軍軍隊が消滅したわけだ、はい、でも国は守らないにいかんということで、うんえー、原理的矛盾が発生したけれどもこれでこの南下の方のね政体の中、はい、行政権の中に、えー、防衛庁と入れちゃったんですね。はい こ,のでここに、えー、海軍省陸軍省とあったのをここと同じように防衛省というのを置いて陸海空自衛隊の幕僚幹部部隊ま,までここに取り付けてしまった、はい、そして脇にはあ内閣の海上警察官とか海上班長これと同じレベルにここに入れちゃった。うん、で本当の軍隊というのは実力組織は上にあったバツ印で囲われてるけど消えてしまった存在であって、はい、それをごまかすために下にね自衛隊。 というのを行政権の下にぶら下げた。はい、これで原理的に矛盾が発生したんだ。うん、これがもうざっとしこりとなっているというのが田中先生の見解なの。私も全くそうだと思う。それ、うんはい、で三島が言ったように、旧帝国陸海軍は皇軍というのスメラの軍隊で。うんはい、で、西洋諸国の軍隊は搾取と侵略だった。西洋と全く違うのは、あ日本は天皇の統率下まいるスメラの軍隊であったということですよ。うん、じゃあ他の軍隊はどうなった。 世界を制覇したいイギリスなんかどうなの18世紀以降の侵略戦争の繰り返しをしてこれは波動だ殺し合いでね本当の殺し合いそして近代軍の創設は大航海時代で他の大陸を侵略して宝物をみんな集めることがあったそう、ルーツ海賊ですからねそこを今言いたい陸軍はね支配者の領地を守り侵略を手助けする存在異民族を征服する今はまたそれについてるでしょそれを引き続いても AI なんかも全部それがねもう おあれがあ吹き出してるんだ、ねはい、で海軍っていうのは他の大陸へ進出して植民地にして富と奴隷を略奪する海賊だある、はい、奴隷をね海賊、うん、でその例として、えー、これいつだったかな産経新聞にね小さな記事でコロンビアのカルタナでエドワード・バーノン提督1741年のこの賢証妃 をチャールズ皇太子が除幕した。はい、その式典に対してイギリス海賊による侵略記念碑だと住民が反対してね、はい、批判してその後なんか撤去されたみたいなね。うん,うん。だからこういうことでねもうお他の国民はまあ植民地されたところはものすごく恨んでるわけだ。はい。だから16世紀の奴隷艦隊ってなったんだけども、うん、これはあスペインが積み出す銀を満載したスペイン船を狙う資料船団だ。はい。これは あイギリスだけどね、はい、1578年12月5日チリの港のパルパラ磯でスペイン船から貴金属やワインを強奪した、うん、でゴールデンハイドン号というのを修理をして、えー、1580年9月26日イギリスに移隻できた出航時は5隻で、ね、出かけたんだけども、はい、なんだかんだで潰れちゃって1隻残った、はい、1隻を残ったのはあーゴールデンハインドン号だ,だけどもこれにねチリでいろいろなものを積んでたチリの船をあスペインの スペインの船をこれ強奪してね、はい、満載して帰るわけです、うん、で艦隊編成のスポンサーは投資額の47倍を獲得する、うん、もうこの頃からね奇妙な株のあたり、ねはい、で投資家の一人のエリザベス女王はドレークにナイトの称号を与えていたわけですよ、うん、これがそのおドレーク号だけどね、はい、今あ引き上げられて、えー、展示されてるんだけど、はい、ミカサと同じように。 で日本はそのの軍軍で荒人る天皇の軍隊列強の軍隊とと決定的に異なる、はい、波動と全く違う、うん、列強が世界に進出していた頃我が国は天下太平で徳川の作風時代で明治維新で開国して初めて国家防衛のための近代軍を創設した、うん、それは何からか遺敵万人から国を守るために作ったこれが初めての軍隊国防ですよね。はい、でその時に軍人に賜りし直輸軍人に直輸い で平気に菊の御文章がついている、はい、これはもう後ろのね、うんえー、これは軍人直輸はあ一つ軍人は忠節を半分たすべし、はい、一つ軍人は礼儀を正しきすべしとこ,これはもう金貨玉協を守るそして漁名漁事で陛下があ部下の陸軍大臣等にこれをやらせようということで指導されたわけですな。はいうん、だか軍艦三笠のこれは浸水式の写真だけども廃先にちゃんと菊の御紋章がついている。はい で戦艦山とも今沈んでるけども、うん、こういう紋章がついてたこの右側の軍艦はアメリカの軍艦ニュージャージーかなんけども全く穴が開いてるだけでね、はいえー、彼らにはそういう言われがなかったわけです。うん、でこれはこの写真の左は山との沈んだところに菊の御紋章が三千と輝いてる。<ー>ね、で右側は三八飛行鋭寿有名な方だこれにもみんな御紋章が売ってあった。から、うん、軍人はね 厳正だったんですよ厳正海賊のあれじゃないんだから、はい、でこれが昭和十何年かなのお大越平式でね陸軍の越平式で、えー、昭和天皇がこ越平しておられるとこだけどこれ下の方見てくるのはこれ余計なんだけどねこんなのね全然ね角が違うもんこんなのねこんなのにね命かけられるかって。はい、でこれは東京湾で行われた <laughs>、はい、帝国海軍の艦艦式ですよ。はい、おねおね でこの真ん中の船のマストにはね、えー、菊の御紋章のついた、ね、天皇旗が翻ってる、はいるこういう関係だと今はもう海上自衛隊の観艦地これですからね、はい、もう見るも無残ということです。<laughs> でこれは3.11の時にね、はい、天皇陛下あ両陛下がね、はい、心を痛められてね、はいあのー、直後出されたことはご承知にとれりだと思うけども、はいえー、すぐね松島基地に行ってね 現場に乗り込まれた、えー。自衛隊の連絡機で乗り込まれた時の貴重な一枚の写真ですよ、はいうん、この時にね、えー、この自衛隊の指揮官たちがここで報告をしてるんだけども感動ししたらしいね、舞台はね。は、うんえー、全くねもうなんていうのかなすごい雰囲気がね、えー、漂うんだってそ絵に言われる雰囲気だ、はい、で婦人自衛官なんかはねもう皇后陛下のねそでいや すすごいんですよ最近の赤いのは勇気あるというか皇后陛下に話しかけられたらちゃんと話してるんですよって、はい、もう昔だと恐れ多いのに言って、はい、この指揮官が言ってるのにね赤い子はいっつって言ったけどその婦人陛下に聞いたらね皇后、えー、の周り、えー、2メートルぐらいの雰囲気な、ね、ので縁もいられぬね株足雰囲気でねもう言葉に表現できません、はいうん、これがねやっぱりねこういう形だから我々命をね えー、かけることができると思う。はい、これは昭和天皇のね、えー、お言葉だけども、忘れ目や戦の庭に倒れしは。 暮らししし支えしおのこなりしようと昭和37年にお読みになったね女政、うんえー、だけどもね、はい、こういう精神でおられる方がいるんですよ。うん、政治家のトップがねんなとこへ来て観光式であれしたりね受けたってね結局打算しか働いてないんだね票、うん、の読み方とかねどこと手を組むかとかしか考えてない、うん、そういうねいじましいことに我々は命をかけるんじゃないと、はい、いうことをねこれ言いたかったんですんなるほどいやででも <laughs>、うん、そうですよね。ねだから我々はその 旧、えー、日本帝国のり、うんまあ、軍隊がありましたけどもあの帝国軍、ねうん、はそ侵略戦争をした悪い軍隊だというそう,そういう刷り込みそれは敵が言うんだかを、ね、勝ったアメリカがねお前らは悪かったって言うんだから、はい、で一方で先ほどおっしゃっていただいたような、うん、その欧米列強のね軍隊がどんなことをしてたのかっていうことを何も聞かされないじゃないですか。 個人で勉強しない限りはね学者も勉強してもいいな私も2年ぐらい前ですねイギリス海軍のルーツとかですね普通に聞いてたらまあひどいですよ今「あ今ワンピースっていう漫画があるんですけどまさしく海賊の漫画なんですけど本当にその悪い海賊の例みたいなもんですよねそれがまあそのまま軍隊になっていくとだからもう当然奴隷も取ってくるし資源も奪うし民間戦もね襲うしとで日本の軍隊なんかそんなことしたことないですからね むしろそれを解放したんだからね大東亜戦争はねアジアは全部解放されちゃったけど日本が変えて変わってアメリカの植民地になっちゃったけどね。だからそういう感覚はね違うんだよねそうだからそれの基礎となる情報がないもんですから軍隊に対するイメージがその第一回目で言ったようにこう悪くて自衛隊イコールまあ人殺しの組織だとまあ政治家がね公然と言った人もいますけどもあのそういうものにこうすり替わってしまっていると。 そうなったときに本当にね何のために自衛隊があの人たちがです、ね、戦うのか命を懸けるのかっていうことはもう確かにもう分からなくなっていきますよね。うん、本当に分から PKO でね外国行ってねやってるけど本当に隊員たちは正直に言ってね何のために我々はこんなところで働いてるんだと思ってると思うよ、うん、言わないだけで、はい、なんでジプシーあたりでね50度ぐらいのね炎熱下でねまだ飛行機を終わして海賊退場したりね、えー、やってる。 弾が飛び交う中でねまあ引き上げたけどああいうところで何でやってんだろうと今の若い隊員たちはね専守防衛であってね、はい、一番最初に言ったように、ね、この国の平和と独立を守ると、うん、で予想に攻めていきません、えー、自分たちの国だけでやりますいや攻め,た攻められたらやりますとそれ何かあった時には盾はあー自衛隊であって槍となってやっつけてくるのはアメリカです、て教え込まれてきたの、はい、それは突然ね えー、国際協力だという目向でね、はいってあんなところでやってる、うん、それはね矛盾ですよ、うん、でそこでな何か起き起きなかったらいいけど起きた時にはね誰が責任取るんだ、はい、誰も取りませんって、うん、政治家はそうですね、うん、誰も取らないですね、うん、だからそれをね本当にね突き詰めてきちんとこれも左翼の言う口側に乗っちゃいけない話だけども、はい、本当にね保守政権はそれをきちんと考えた上でやるべきなのよ、うん、それをやってないでしょただしね えー、僕の行った仲間とかねそれあれではね現地でね現地人にものすごい感激されてね信頼されてね、はいはい、好かれてるの、うん、子どもたちが寄ってきてね、はい、それはね、あのー、伝統的なね帝国陸海軍のね将兵がね、うん、アジア地域でずっと起こした本当のことであってね今でもほら、あのー、日本のお小学唱ね、あれがはまだパパニギなんかで歌われてるって。 そういううういい関係をずっっっとと作ってるっていうことでもうはっきり証明されてると思う。はい、ね、うん、あのー、韓国がベトナムに行ってね慰安婦にしちゃってもうのせやれをあ悪さはやってるのに兵役でやってるけど、はい、日本はね、はい、ほとんどそういうことやらないでむしろ慕われてね兵隊、うん、さん兵隊さんって言われてたことこれをねもうちょっとねあのしっかり、えー、国民に知らせないとね、うんえー、今の後を継ぐ若い者が もう劣等感だけ教え込まれてるからさ。うん、周りから叩かれるとまあすいません。ごめんなさい。ごめんなさい。ばっかり言ってきてる、はい、これじゃね。あの、真っ当な国にならないんですよ。うん、そしてね。かつてはそういう行軍としての誇りと国体を守るというプライドを持ってやっておられたけれども、も、うん、まあそういうことを。まあ、今のね。ルールでは名目化されてませんけども。 ル,ルーツをきちっと考えた方がいいよと絶対的な存在には命をかけられるよはい。で、るかに高い存在だったらね、誇りを持って死ねますようんああ。喜んでね、はい、家族だってね、はあ、うちの息子ねいいとこで死んでくれたって言いますよ、うん、実際ね、うん、僕はその体験あるんだから、うん、はい。それはねもう犬気象みたいにね使われててね何がね祖国防衛だっていう気持ちはね誰にも言いませんけどね、うんえー、それはみんなあると思う命をかけるんだから捨てなさいって 国は言ってんだから、はい、捨てますって約束したんだから、なら隊員はそこの矛盾をねないように、えー、やっぱり異性者がね、きちんと真っ当の能力を発揮できるようにしてやるのがね、筋なんですはい,いや。この番組あの政治家の仲間を見てくれてると思うので、うん、はい。 もう一度皆さんね、あ政治に関わる人間が、まあ、いかんせん我々もですね、あのまあ、政治家には選ばれてなりましたと、うん、でも別に何か特別な教育を受けたわけじゃないんですよね、うん、普通の学校教育を受けて政治家になるで政治家になるとやはり歴史とかこう国語のことが大事だってわかるんだけれども学ぶ機会がないで私なんかは、まあ、あのそう思ったので自衛隊に入らせていただいたわけですけどもじゃあ自衛隊の中でそれがきっちり教えてもらえるかっていうとそうでもまだないんですよ。うん、そ,それはもう根本ががね。残念ながら。ら紳士を作る学校から始まる あったんだから私なんかはもう自衛隊ではもっとそういうことをきちっとやっていただきたいなと思う反面でもやっぱりそれをさせるのも為政者のやっぱり制度設計ですからそ,その為政、ねまあ、者を選ぶのは国民なんで、うん、もう結局ね鶏がせっか卵がせっかっていう話になるんですけれども、うんまあ、今日のようなあのご提言っいうのは非常に重要だなと改めて思いました。ま、はい、また次回もよろししくお願いします、はい